カンパラは東アフリカに位置する国家ウガンダの首都に定められている。人口165万人。ウガンダ最大の都市でビクトリア湖の北岸標高1190メートルにある。なお、ビクトリア湖の湖面自体が標高134メートルと高い。ほぼ赤道直下に位置する。経度は統計32度35分。人口増加が著しく、 2050年に943万人、2075年に2023万人、2100年の人口予測では4014万人を数える、世界16位の超巨大都市となる予測が出ている。19世紀、カンパラは、象下交易を進めるアラブスワヒリ商人の対象ルートの深部に位置していた。象下運搬人のうちの奴隷たちは、現在のケニアのモンバサから、 タンザニア沖に浮かぶザンジバル島へ積み出されていった。カンパラは1896年にイギリスの保護領とされたブガンダ王国の中央部に位置し首都であった。その後、イギリスの探検家で後に植民地行政官となったフレデリックルガードによって1890年に築かれた鳥の周囲に広がった。この鳥はケニアを活動の中心とした。 帝国イギリス東アフリカ会社の権益を守るためのものである。1893年、同社は権益をイギリス政府に移譲した。1962年にイギリス連邦内の自治領としてウガンダが独立すると、それまでのイギリス成長があったエンテベに代わって首都となった。この時大統領となったのはウガンダ王のムテサ2世だった。 市街地のほとんどは1979年のイディアミン政権の転覆とその後の内戦で破壊された。復興のために都市インフラはかなり回復したものの、急激な人口増加とそれに伴う慢性的な交通渋滞、経済の立て直しなどが課題である。カンパラ市内には東アフリカ開発銀行がある。 東アフリカ開発銀行は1967年にウガンダとケニア、タンザニアの3カ国が連邦国家を設立する目的で発足させた東アフリカ共同体の下部組織である。なお、やはり東アフリカ共同体の下部組織である東アフリカ鉄道もカンパラ、ナイロビ間をはじめ3カ国の国内に多数の路線を運営している。市内にはいくつも丘があり。 遺跡や歴史的建造物が多数見られる。他には名前がついており、その一つ中瀬路は行政区でシェラトンやヒルトンといった高級ホテルが集まっている。赤道直下であるため、欠片の気候区分では夏に昭雨となる。サバナ気候となるが、標高が高いため高温とはならない。1月の最高気温は平均摂取28度、7月が摂取25度である。 年間降水量は1178ミ、mm、リメートル。1月と7月が寒気で、3月から5月と11月がタウとなる。このため緑豊かな丘陵に沿って家屋が点在するという都市となった。中心街には20階建て以上の高層ビルが林立する。ウガンダの首都として政治の中心であるだけでなく、商業、製造業、輸送業の中核として機能している。 カンパラの聖馬陸伝部市場は東アフリカでも随一の露天市場であり、市のある日には10万人以上の人出がある。主な製造業は家具、機械部品。世界第9位の生産量を誇るコーヒーのほか麺、茶、砂糖を海外に輸出する拠点である。ウガンダの都市人口率は12%と非常に低い、ため2002年時点で、 カンパラ以外に10万人を超える人口を有する都市はグルだけである。カンパラの街並み南西に3 5トル離れたエンテベにはエンテベ国際空港がある。1 0トル離れたビクトリア湖の湖岸にはポートベル港がある。鉄道も運営されている。2009年現在、貨物輸送のみ。カンパラ駅は閉鎖中である。カンパラには総合大学である。 マケレレ大学やキャンボボ大学が存在する。東アフリカで最も伝統あるマケレレ大学2019年現在、下水道の普及率は低く人口の10%もカバーできていない。多くのトイレは給取式トイレとなっているため、郊外などの地域では雨季にはおぼつが溢れコレラなどの伝染病のリスクが生じる。ありがとうございます。